昔、お互い免許取り立ての頃に、突然県外にドライブに行く遊びが俺たちの中で流行ったの覚えてる？まだお互い学生で、時間と体力を持て余しまくった結果の遊びでさ、朝だろうが夜だろうが時間関係なく、お互い暇を持て余してるのが分かったら、突然県外に車を走らせるっていう遊び。季節とかも一切考えないから、ゴールデンウィークのど真ん中に出かけて、バカみたいな距離の渋滞に巻き込まれたり、冬用タイヤなんて履いてないのに、真冬の夜に出かけて生きた心地がしなかったり、いろいろやらかしもした。思い返せば本当にバカだなって思うんだけど、今でもこうやってすぐ思い出せるくらいには楽しかった遊び。この街にもその遊びで何度かやってきた。なんでかこの街に来るときは深夜になることが多かった気がする。日付が変わるくらいの時間に松山に着いて、道後温泉までやってきて、誰も歩いていないこのアーケードを歩いてアーケードから外れた先にひときわ明るいネオンの建物が目について、興味本位で近づいた後で、この土地が歴史のある歓楽街であることを思い知らされたこともあったりした。あの時のことは本当に今でもはっきり覚えてる。今でもあのビルと隣のコンビニは健在だったよ。最近は夜にドライブすることもなくなったな。別に一人で行くのがつまらないからとかじゃないよ。歳だよ、歳。夜無茶すると次の日に響くんだよ。言わせんな。